さあ始まります。ここは毎週見ますけども平日です。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。早速次の電車に乗りましょう。次の電車は新線姫路から岡山県新庄市に向かうという電車に乗ります。果たして間に合うでしょうか。間に合わせなくてはいけない。こうしませんと一泊おそらく津山で待たなくちゃいけないので、というわけで早速今回の旅を始めていきましょう。それではなんとなくそんな感じはしてたんですけど、姫新線で伊野省に行く方法がなくなりました。もうすでに最終便の方はもう出発してしまって望みは薄いということなんで、20時37分の岡山行きで岡山まで行きまして、そこから路線名忘れてしまったんですけども、津山まで行って今日の旅行は終了ということになります。到着が23時43分かなりギリギリです。なので場合によっては漫画喫茶利用させていただくような方法で検討中です。お腹が空きました。コンビニでおにぎりとか買ってきましたので、それでエネルギー補給をしたいと思います。再び新快速に乗り込みました。ここから先の予定ですが、愛用駅に到着です。ここから山陽本線に乗り換えます。
しました。これから津山線に乗り換えます。津山線の津山駅ワンマンカー出発時刻22時30分ですね。これに乗り込みます。乗り場が9番乗り場です。行きましょう。一番奥の乗り場らしいです。津山線のプラットフォームに降りてきました。意外なことですけれども、このホームに降りたのも岡山駅に来たのも初めてです。乗り込みました。ワンマンカーなんですけれども、なかなか乗り心地快適です。津山駅に到着しました。長かった。東京駅出発しておよそ15時間かかりました。やっとです。津山駅ではこんな風にお出迎えで、これがかつての津山の駅らしいですよ。大きな荷物を持ちながらなんて大変なんですけど、できればエレベーターとかそういう設備が欲しいところわがままかな。
というわけで東京駅を出発しまして無事に津山に到着しました。15時間の長旅でした。青春18切符だけを使って、そして家族とも再会することができました。2年ぶりの再会になります。この動画どうだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。面白いと思っていただけたら高評価グッドボタンと、そしてチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。次回からは我がふるさと鳥取県を歩き回りますよ。では、先ほど感動的なエンディングで終わったんですけど、ちょっとおまけ、じゃーん。知ってる人は知っている、この津山市、実はあの世界的最強ロックバンドビーズのボーカリスト稲葉浩志さんのふるさとです。